サンポル・ドレオンは、フランス、ブルターニュ地域圏、フィニステール圏のコミューン。コミューンの名は、ブルターニュを伝道した伝説的な聖人、ポル・オレリアンに由来する。聖ポル・オレリアンは、馬島を恐ろしいドラゴンから解放したため、白爵は、島と本土の広大な土地を彼に与えた。その土地は、カステル・ペイルと呼ばれる要塞の周りにあった。6世紀、町は、 ブルトン語の名キャステルペイルを有していた。10世紀の文書によると、町は、オシスミーの時代には、オクシスマーを名乗り、古代ローマの支配時には、レジオと称していた。レジオは、ローマ軍団を意味し、当時の町には古代ローマの軍隊が駐屯していた。その後、町の名は何度か変化し、1296年に、セイントパル・イーエヌ・レオン、1405年にセイントポル。 イーエヌレオン、1451年にセイント・ポル・デレオンの名が確認されている。サンポル・ドレオン1873年古文書によると、古代のこの場所は、要塞で囲まれていた。城塞は、ケルト人の部族、オシスミエによって占領され、次に、リー・ゼニンセスにより支配された。中世後期の聖人伝によると、聖ポル・オレリアンがイギリスから渡来し、510年に、 ウェサン島に上陸した。その後、サンポルド・レオンに来た彼は周辺の地域で福音を解き、フランク人の王キルデベルと一斉により、レオン司教区の最初の司教を命じられた。司教座のある町の大聖堂の周りには、ミニヒ・ペイルと呼ばれる地域が生まれた。ミニヒはブルトン語で修道飲料を意味する。ミニヒ・ペイルはレオン司教区の一部を成し、その中心であった。 修道院領内には7つの小教区があったが、1687年に、司教区の決定により、一つにまとめられた。ミニーハイ・ジュレオンは、現在のサンポルド・レオン、ロスコフ、サンテックを管理していた。その後、ロスコフは1789年に、サンテックは1920年に独立した。フランス革命時、レオン司教区の最後の司教となった、ジャン・フランソワ・ドラ・マルシェは、 議会により、司教職を奪われ、ロンドンへの亡命を強いられた。レオン司教区は、カンペール・レオン司教区に合併された。1793年、農民らは、フランス革命軍への徴兵に反対し、サンポルド・レオンの戦いと呼ばれる反乱を起こした。町は、共和派の軍隊に鎮圧され、弾圧を受けた。1883年に鉄道が開通し、 野菜の集約栽培が大きく発展した。1890年、サンポル・ドレオンはフランスで最も重要な野菜の輸出元になった。セーポル・オレリアン大聖堂はトロブレースの巡礼地となっている。2008年12月、サンポル・ドレオンはヤー・リー・アル・ブレイジョニッヒを批准した。参照元、1999年までイヘス。 2000年以降 INSEE 聖ポル・オレリアン大聖堂最初の教会は9世紀にノルマン人により破壊され現在の建物は12世紀から16世紀にかけて作られた伝説の聖人ポール・オレリアンに捧げられたこの教会はフランス革命までレオン司教区の司教座が置かれていたクレイスカー聖母礼拝堂設立は6世紀に遡る 最初の礼拝堂は9世紀にノルマン人に破壊された。現在の建物は14世紀から15世紀にかけて建設された。78メートルの首楼はブルターニュで最も高い。聖女セフ礼拝堂1846年建設。市教区の聖職者の老人福祉施設に付属する礼拝堂である。首楼は以前近くにあった聖ウルスライ修道院のものが移設された。 セイピエール教会14世紀から15世紀にかけて作られ、18世紀にファサードや手楼が再建され、19世紀に骨組みや屋根が修理された。教会に隣接する墓地を囲む壁には、16世紀と17世紀に作られた納骨堂が残る。ブートゥーラーの巨石記念物ケラングエの史跡墓とも呼ばれる。サンポルドレオンに残る最後の巨石記念物。 長者1706年建設。1750年に西浴が増築された。フランス革命までは、市教帝として使われていた。1830年に、町が買い取り、役所として使用されている。メゾン・プリボンデ・エル・プティ・クロワトル広場にある。この建物は、1530年頃に、市教座制度参事会員のリシャールによって建てられた。建物名は、 彼の肩書きがプレビンズに結びつくことに由来する。ファサードには、レオンの気象であるライオンと、セイポル・オレリアンへの敬意を示すドラゴンの飾りが見られる。レム・アール・フロアの泉壁岩の中に16世紀の聖母マリア像が置かれている。セイポル・オレリアンの来訪の際に祝福を与えられたとされ、奇跡の泉として長い間存在していた。泉は、 近くの共同洗濯場にも水を提供しており、家庭用の洗濯場になる前は、リンネルの糸の漂白や、食肉の洗浄のために使用された。ありがとうございます。